良い子のみんなおはこんばにちは。繰り返しで教育的に無価値なコンテンツ実況始まるよ。良い子はこんな下劣な動画を見ないんだぜ。あと私朝の子供向け番組嫌いだからその喋り方やめろだぜ。さーて実況をしていきましょう。今日実況する実況なんてしないんだぜ。どうしたのかな、機嫌が悪いのかな。面白くないんだぜ。あ、実況動画投稿するたびに登録者が減るんだぜ。こんなクソ動画上げてないでさっさと師団解説の続きを作るんだぜ。パンサーシュレックの後編はいつ出るんだぜ。メンオブゴーは、シーライゼーションは、日本本土防空戦の最後の更新は2年前だぜ。さっさと上げて。よし、埋めるか。いやー遅れてすまん。来る途中に地雷を踏んでしまってな。なんで言ってんだよ。いや出演するたびに銃殺されたりミンチにされたりしてるから今更地雷ごときで死ぬわけないだろ。本当に申し訳ない。で今日はどんな過疎ゲーを実況するんだ。 PS の動画は PS は開発スタッフ全員がクビになったから実質差収だよ。なので今日はバリゾーゴンが飛び合い運営がエアプのクソゲーをやります。お前がクソゲーしかやらないのか、お前がクソなのか、これもうわかんねえな。さて使っていく機体はゆるが登らない曲がらないクソ武装の三拍子が揃った素晴らしい飛行機だよ。参拝じゃねえか。そうだよ、クソの塊だよ。一撃離脱しかできねえのに登らないとかどういうことだよ。おい待て、クソ武装って言ってたが 7.7 ミリ4門と20ミリ2門と結構の効果力じゃないか。おお、その20ミリがクソすぎて当たらないことを除けばな。じゃあなんでボロクソ言っときながら乗ってるんだよ。愛です、愛ですよ。ほら見ろよこの圧倒的直線美。いかにも速そうで強そうでしょ。ヨウスベさん、こいつ映っちゃいけないマークを動画に出してますよ。おまけされるからマジでやめろ。いやー早手といい、やはり曲線は美しい。これに勝るものはないね。ライデンとかはどうなんだ。あーダメダメ、防水系はダメだね。遅そうだし機動性悪そうだしなんか臭そう。防水好きに殺されればいいのにな。お前いくら性能が悪くてもそこは愛でなんとかする、それが私のモットーなわけねえだろクソがよ。愛とかいう非理論的なものでカバーできるか。効率だ効率。あー OP 機体使って無双して。多重人格かお前。うるせえ、毎回毎回迂回上昇してる最中に味方が全滅する私の気持ちをお前がわかるものか。ロマンがなんだ愛がなんだ、そんな数値で表せないものなんだ何の役に立つ。全員がいいもの使うのが一番効率がいい。この石など関係ない、全体のために犠牲になれ。うわ思想を強くするな。でもお前はそれでもこいつに乗るんだよな。もちろんさ。もうなんなんだよお前。さーて今までのクソ茶番はホッケ君が迂回上昇するための時間だよ。どこまで登れたかな。ゆっくりはこういうこと言ってくる教師が嫌いだったよ。ああ申し訳ないけどお前が文句垂れてる間に味方全滅したぞ。はいはい、はロスはロスってか爆撃機すら残ってないのかよ。それはそうと突き上げてくるやつがいるから迎撃するわよ。一発も当たってないぞ下手くそ。いいんだよヘッドオンなんか当たったらラッキー程度だわ。言い訳下手くそかよ、重武装でヘッドオンしないってなんだ。格闘戦します。頭いかれたんかお前。さっき自分で機動力ゴミって言ってたじゃねえか。いやほら敵もこいつが機動力低いってわかってるわけでしょ。おうそうだな。で舐めてかかってくるから実質こっちの方がよく回る。演じ投票でお前の機体の性能は変わってねえぞ。さーて敵さんは見事釣り上げられたので今度はこっちの番ですぞよ。さっきからご微動したんだ。あダメだ失速寸前でただでさえ悪い操作性が爆撃機並みになってる。うおうおうおう曲がれー。よしケツに鉛玉をぶち込んでやるぜ。さっきから見てるけどどうもエイム力が低いのがな。いやー当てるつもりなかったのを私の技量と決めつけられてもねー。全然当たってねー。急降下してるやつに当てられるわけねーだろ、いい加減にしろ。やっぱただの下手くそじゃねーか、だから毎度毎度負けるんだよ。当たったわ、パイロットを撃ち抜いて不明機を撃墜。なんで落とした敵を把握してないんだよ。今度は味方見捨てて逃げてるグラマン君を見つけたのでほふります。お前は見捨てたところが全滅させたけどな。無茶言うな、妖怪上昇してない機動性劣悪クソ機体なんだ。最初からいても足引っ張るだけだわ。そこで旋回するとかどんだけ舐められてんだポッケ。ホイグラマン撃墜、これで2機目。そしてそのまま前方の P36 を追いますよ。いやー全員地上目標攻撃しててくれて助かるわね。ってことで3機目撃墜。味方殺された怒りから残った鉄器が顔真っ赤にして攻撃してくるわねー。いや単純にお前が最後の一機だから落としたら試合が終わるからな。そりゃ何が何でも攻撃してくるわ。いやーこれだから素人はダメですね。いつも冷静でいないと。
そう、この私のように最初で発狂してたのに。あれは忘れてくれ。低空にいたのに無理やり射撃してきた敵さんには回避する力も残ってないだろうね。これ低ランクも相まって初心者狩りしてるだけでは。はい、事実陳列国家機密漏洩罪。自分に都合の悪いことを無視するの。はい、射撃位置についたので攻撃開始。なんでまっすぐ飛んでる奴にすら当てられないんだよ。ほら回避させて20ミリをぶち込むためにね。はい、コルセア撃墜。まだ飛んでんぞ。なんであれだけ撃たれて生き残ってんだよ。そりゃ見る限り20ミリ一発も当たってないからな。もうこのクソ弾道の MGFF を下ろして 7.7 ミリにしてくれ。全弾ぶち込んでも爆撃機の一機すら落とせなさそう。もういい、頭切れだし 7.7 ミリだけで叩き落としてやる。豆鉄砲でも数とレートさえあれば脅威だということを教えてやる。そして相変わらず当たらない弾であった。コルセア撃墜、こいつだけで結構弾使ったな。まあ 7.7 ミリ4000発あるから言ってアップねー。荒瀬のお出ましだがエネルギーに余裕がない。こや死んだな。敵さんなぜか上昇してくれたから背中がガラ空きだぜー。やはり初心者狩りで生きってるカビまんじゅうだ。残念ながら私の方がわずかにエネルギー的に優位だったな。2機目のコルセアを撃墜、5機落としたからこれでエース。神は言っている。ここで死ぬと。くっそ、どっから湧いてきやがったんだ。いや、これもう助からんだろ。脱出した方がいいぜ。うおうおうおう、プロイセン軍人に撤退のに文字はない。いや、撤退できたら万々歳だろ。よくて敗走、悪くて NG にだろ。やべえ、完全に後ろに突かれた。こいつが最後の一機だからさっさと落とせ。お前無茶言うなよ。そこまで言うなら自分でやれ。好きで乗ってるんだから最後まで責任を持てよ。ダメだ、全然引き離せない。くっそ、使えん機関砲をパージできないのか。お前が出ていけば機体は軽くなるぞ。なるほど、とでも言うと思ったか。やって撃ってきた。あかん、これで死ぬ。あ、でも全く当たってないや。クソエイム同士の戦いとか数時間かかっても決着つかんだろ。一か八かやってやるぞ。オラフラップ全開。ゲー、インド人を右に。左右も何もあるか、これ。左舷に被弾。よし、押し出せたぞ。弾幕はパワーだぜ。喋ることがないからって人の持ちネタをパクるんじゃねえ。スロットル全開、必殺フラップパカパカを食らえ。技名が絶望的にだぜ。さあ、逃げ惑え、今度はこっちの番だぞ。当たらねえ、当たらねえ。ダメだ、元がカスだから小細工したところで機動力がゴミのままだ。あ、でもあっちボナンが乗ってるからシュ上げてくれてるわ。敵前期撃墜、完全勝利。こんなの嘘でしょ。なぜなんですか。いや、シュ上げたからだろ。勝ったからこの BGM 止めろ。いや、さあ、ずっと思ってること言っていいか。なんだよ。これ終始初心者狩りしてるだけじゃないんか。うるせえ。